ってるよ。あちんちよくそどまちです。ということで本日なんですけれども、なんとなんか父親からですね、突然こちら謎のね荷物が送られてきてですね、ちょっと緊急で動画を撮っておりますけれども、これ何かと言いますと、昔やった気がするんだけどな、これね、まだちょっととんでもないのね来たんで、生物なんですけれども、さばいていこうかなと思います。これマジですごいんで驚いてください。では早速行きましょう。はい、ということで、こちらやってまいりました。俺一人で料理するの久々じゃない？やってはいるんだけどね。今日ですね、父親から届いたとあるもの、それがですね、こちらになります。はい、ドン。でかっ、でかいな。こちらビワマスでーす。来ちゃいました。一回さばいたことあるような気がするんだけど、なかったっけな。サーモンかな、普通の。皆さんわかりますか？これビワマスっていうのはね、琵琶湖に生息している、まあ、マスですね。だからビワマス、非常に高級魚です。まあなかなか琵琶湖にしかいないのでね、あまり流通していないということで、なかなかお目にかかれない。まあ一部では幻の魚なんてね言われたりしている感じですね。うわー、それがなんと2匹来ましたよ。はい、これはもうパパありがとうということでございますね。はい、こちらなんか父親が琵琶湖に釣りに行ってですね、釣り上げてきたやつでございます。それをもう、昨日釣って今日届いたっていう感じで、とても、まあ、鮮度のいい状態で、もう血抜きもね、なんかされてるみたいなんで、非常にいい感じかなと思います。じゃあ早速ね、さばいていきましょうか。こちらのビワマスなんですけど、刺身でね、食べられます。川魚って基本、寄生虫がいるので、生で食べれないことが多いんですけれども、ビワマスは、寄生虫がいないんで、刺身で食べることができるということで、身が傷んでなければ刺身で食べることができます。じゃあ早速まずは鱗を取ってさばいていきましょうかね。ビワマスは鱗が非常に取りやすい、はずなので、カナダワシとかで鱗取りとかでやるとなんか身が傷ついちゃうらしいんで、じゃあちょっと早速鱗取っていきます。こういうカナダワシで軽くこうやって撫でるようにねするだけで、非常に簡単に鱗が落ちてくれる。超簡単、鱗取るの。多分ビワマスってどうなんだろう、両方され養殖とかあんのかな。これはもう完全な天然だと思うんだけど、なんか釣り物しかないイメージがあるんだけど、ちょっと編集で入れといてください。通販とかあると思うんだけど、あんのかな養殖物って。じゃあね、あとさばいていきます。で、一匹だけ今日はしっかりちゃんと柵にしてさばいて、で、もう一匹はちょっとね、明日ルン君とか来るので、ちょっとルン君にね、お任せして、ちょっといい感じにね、使ってもらおうかなと思います。いや、せっかくこんないい魚ねもらったんで、うまいこと料理してもらおうという感じですね。どうしよっかな、どっちを刺身にしよっかな。このでっけえビワマス、60センチぐらいあるビワマス、めっちゃなんか脂乗ってそうじゃない？まあ、とりあえずじゃあ、まあ、内臓はどっちも抜くんで、ちょっと脂の乗りとかを確認してからあれしようか。じゃあまずでかい方から早速いっちゃおっかな。はい、じゃあさばいていきますね。久々にやるな。内臓を傷つけないように丁寧にやります。あ、やっぱ卵持ってんな。こやつ卵持っとるわ。よし、オッケー。パカ、なにこれ、ちょっと待って、これやばいかもしれん。やばい、これやばいかも。内臓取ったんだけどさ、これ全部内臓脂肪じゃないの？この白いの。人を殺めたみたいになった。内臓脂肪じゃん、これ。卵かなーと思ったんだよ。で、卵が入ってる場合って、何？卵に栄養取られるから、ちょっと身がね、痩せちゃったりね、油の乗りが悪かったりするんだけど、もうなんかパンパンの内臓脂肪。やばいかも、これ脂肪の塊だ。ちょっと洗います。これは神だぞ。はい、ということで、ちょっと神個体であることが判明してしまいました。このやばい、俺気まぐれクックさんの動画でもこんなビワマス見たことないぞ。じゃあビワマス、背骨に沿ってねライン入れて、さばいていきます。ちょっと背中曲げてあげて、でラインを入れていきます。久々に3枚に下ろすから怖えな。あ、いいんじゃない、完璧だ、完璧だ、はい、完璧だ、はい、完。やったー、
めっちゃ綺麗に三角、いやー、よし、じゃあ反対側は俺あんま得意じゃないんだけど、あ、ここよし、来た、この中央の骨だけをこうやって若干包丁上向けにして、よし、どう、あ、まあ80点ぐらい、これもなんか使えそうだし、出しに使おう、これは上の硬いところを落とす。オッケー。じゃああとは腹骨すきます。お腹広いなマジで。わー最悪、ちょっとミスっちゃった。よし、まあいいんじゃない。よし、まずこれで一作半身できました。じゃじゃーん。じゃあこっち行こうか。こっちのさばき方の方が絶対正解なんだよな。俺あっち側苦手だなやっぱ。よし、オッケー、うん、オッケー、完璧。よし、オッケー。じゃあ、一回まな板洗って、切っていくか。水気を拭いたら、アルコール。マジで大事。川魚だからな。川魚はマジで雑菌が、本当に繁殖しやすいから、海の魚よりも、衛生管理をしっかりしないと。じゃあ、柵取りしていきますか。ここら辺適当なところで、ここからもう一気に、身を剥がすと。こんな感じ。ちょっと汚いけど、柵取りできました。ちょっと若干残ったけどめっちゃ綺麗に取れたな。にしても綺麗に取れたな。おー、いい感じ。じゃーん。皮がね結構硬いからだいぶ引きやすいかも。おー、もう半身いきます。腹もで、サーモンハラスみたいな感じだね。ここ油が乗ってて焼いたらうまい。で、中骨を取ってないから後でちょっとピンセットで取ります。うん、まあいいか。ちょっとある。まあこんぐらいだったらいいか。はい、取れました。これ全部柵取りできましたね。で、なるべくね、皮のついた面にが鱗を落としたとはいえ雑菌が結構ね、ついてる場合が多いので、これはあんまり極力身は皮にね接してる面は絶対置かない。もう生臭くなるし。よし、そんなに生えてない。結構しっかりした骨が入ってるからこそ結構すごい抜けるね。で、俺も一回さ、やらかしたことがあるんですけど、100均のこの骨抜きがあると思うんですけど、あれマジで使わない方がいい。マジで抜けなくて、骨が。で、身がどんどん傷んでくみたいなことがね、あったの。100均のをね、使うくらいだったら500円ぐらいの使った方がね、絶対いい。はい、じゃあね、骨を抜き終わったので、身に軽く塩をね、振って、で、これ浸透圧で臭みをね、出していきます。水っぽい身からね、引き締まった身になって旨味がね、出てくるんで、今日はこちらの、じゃじゃん！ピチッとシート！このね、最強なんですよ、このピチッとシートが。これマジでね、高いんだけど、本当にうまい魚を食うときは、絶対これね、あると、これほど心強いものはない。一気にね、身をギュッとね、してくれるんで、とんでもないことになります。この世が終わる。じゃあ、ここに乗せて。はい、じゃあちょっと、比較的いい感じに切れてる身を、先にピチッとシートで、ピチッとやっていきます。これ明日さ、みのりんとるんくんに食べさせてあげようかな。美味しいところだし。さらにその上から脱水シート2枚が重ね。とにかく水を抜く。2段重ねて。これで冷蔵庫で寝かしとけばもう15分後には食えます。はい、じゃあ残ったのは普通にキッチンペーパーに包んで通常の脱水でいきましょうか。ああいうピチッとシートとかがない場合は、まあこういう感じで包んじゃえば OK。ペタッと。こんな感じ。はい、こんな感じで包んだんで冷蔵庫行ってきまーす。じゃあ、もう一匹行こうか。もう一匹は頭落として、内臓抜くだけなんで、大したあれじゃない。さすがに落ちた。オッケー。あ、いいな、こういう時ペティナイフめっちゃいいな。なんか、こいつメスか。なんか卵っぽいのある。さっきなんかオスっぽいな。じゃあこの色じゃなかったもんな。こっちもやっぱでも、内臓脂肪すごいな。はい、じゃあちょっと洗いまーす。もうあとね、今日ね、これやることないです。もうこのまんま冷蔵庫寝かせます。さばいてからね、まあなんか切り身状にしたりとかしてもいいんだけど、まあ何の料理に使うかわかんないし、あとね、これね、骨から離しちゃうと、身がね、膜とか骨から身が守られなくなっちゃって、痛みやすくなっちゃうんだよね。この状態で寝かせます。
お腹側に軽く塩をピピ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 ピと入れて、まあ多少の臭みを取ってもらおうと。お腹にキッチンペーパーをね、詰めて、余分な水はここでね、吸収してもらおうと。よし。キッチンペーパーぐるぐる巻きして、サランラップぐるぐる巻きにします。はい、OK でーす。はぁ、疲れた。1時間ぐらい触ってたのか。もうちょっと手早くさばけるようになりたいですね。まあ喋りながらやってるっていうのもあるけど。じゃあ、あとは、寝かせてるやつが完成するまで待って、さばいて食べましょう。では、後で、バイバイ。はい、じゃあ15分ぐらい経ったんでね、第一陣。ちょっと形が不揃いだった方で、ちょっと使おうということで。あー、だいぶ出てる、だいぶ出てる。うわー。半熟成って感じ。しっかり水気が抜けてますわ。よし。じゃあこれを切って、盛り付けていきましょう。まずこっち、切ります。はい、今回は盛り付け、こんな感じでさせていただきました。もうちょっと綺麗に盛り付けたかったですね。はい、イクラもね、ちょっと添えておきましたよ。絞る。しーびゅー。はい、ということで、ビワマスの刺身完成しましたー。やっとー。いやー、素晴らしいですねー。と、よし、と、いなり寿司。はい、完成しました。いやー、食べよう。お腹すいたー。では、早速、いただきまーす。うわー、美味しいかな？大丈夫かな？不安になってくるわ。じゃあ、ビワマス、いただきたいと思います。つけ、ちょんちょんつけて、いただきます。うまっ。あー、来ないで、ダメ。ダメ。わかるでしょ？ダメ。そう。これ川魚ってマジか。基本川魚ってさ、刺身で食えないけど、うまっ。でも味的には、あの、マスなんでサーモンとか、あ、サーモン川魚じゃん、そういえば。サーモンとほぼ一緒の感じにはなるんだけど、あー、やばい、脂。あの、サーモンからなんかサーモン臭さを抜いた感じ。サーモンってちょっと独特な、あ、サーモン食ってるみたいなさ、匂いあるじゃん。別に俺嫌いじゃないし、みんなも別にね。気にしてないと思うんだけど、それ、そのなんか匂いをさらに抜いて、こう透き通った感じ。うんまっ！父親に LINE しとこう。そういえば。ありがとうございましたって。これめちゃめちゃうまいわ。うん。なんだこれって感じ。まあ、1尾あたり高いと5000円。やば。でかいと5000円ですって、時期と。あの油でしょ？平気で5000円するよな。うまっ！なんか変な臭みとか全くないわ。めっちゃ下の上で転がして、もう匂いがないから姑のごとくチェックしたけど、ない。何これ。じゃあちょっとイクラの醤油漬けを乗せて食べようかな。イクラー、ありがとうございます。神様が作ったんか、これなあ。神様が作った料理なんか。ん、はい、ということで、ちょっと今回はあの、うちの父親が琵琶湖に行ってね、ビワマスをたくさん釣ったっぽいので、あの、2匹分けていただきました。普通2匹なんてもらわないよね。しかもどっちも結構のサイズあった。800から1キロぐらい。1キロは言い過ぎか。これはちょっとね、みんなも一度は食べてほしい味ですね。今が多分時期っぽいね、あの油の乗り方だと。卵もちっちゃかったし。ちなみに通販のページ見に行ったらもう売り切れだったわ。もうないみたい。なんでちょっと見かけたらぜひみんなも食べよう。こんな、ない、なかなかこんなうまい川魚。明日は多分塩焼きとかで食えるんだろうな。楽しみ。はい、ということで、本日の幸せ動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。